なんですけど、実際の中で違うんですけど、実際プロボクサーの方でスピードを取り上げたんですけど、そのパンチの強さとか締めとか当たりを結果的に追求した結果、時間はかかったんですけど、4年後ものすごい速いボクサーに、やっぱ強さって基本大事だなと思って、先生おっしゃったように基本で目いっぱいはなかったら意味がないっていう、今スピードが遠いかけてるのが確かに、なんかこう今投げでもこうやってこう入って投げたりとか、極端な人と締めしてバチンって打たれるような気がする、その本来入られるのがおかしいな、だから基本なのかな、何言ったそうですね、たまにガシャガシャってなった時にしバージンスピードまず来た時にはい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 、それも個人スポーツで、ああ個人スポーツで投げたらやっぱり当たり前でやられるから、ね、なるほど、はいはいはい、そうじゃないし、あ、相手も投げた、相手も投げた、ああ投げようじゃなくて、そうそう、相手の力を利用して投げる、そんなぐらいで幅が出てくる、ああ今もう、でも狙いやってるそんなもんね、怖いやろ、なかなか打たれますよね